1620年に主要な部分が書かれたノブム・オルガヌムの表紙イドラとは人間の潜入的病件を機能法を用いて解いたもの。16世紀から17世紀にかけてのイギリスの哲学者フランシス・ベーコンによって指摘されたもので、偶像、幻影などと訳される。ラテン語で偶像を意味し、英語のアイドルの語源でもある。4つのイドラの排除を解いた哲学者。 フランシス・ベーコンイギリス経験論哲学の祖として知られ政治家でもあったフランシス・ベーコンは知識は力なりの言葉によって自然の探求によって自然を克服し人類に復讐をもたらすことを提案した。そしてその探求方法としては法則から事実を予見するアリストテレス的な演劇法に対し個々の実験や観察の結果得られた知見を整理、 総合することで法則性を乱す機能法を提唱した。ベーコンによれば一般論から個々の結論を引き出すアリストテレスの論理学はかえって飛躍を招きやすいのであり、知識とはむしろ常に経験からスタートし慎重で段階的な論理的過程をたどることによって得られるものであった。以上のように観察と実験の重要性を説いたベーコンであったが、 その一方で実験、観察には誤解や先入感、あるいは偏見が付きまとうことも否定できないことを指摘した。このような人間が錯誤に陥りやすい要因を分析し、あらかじめ錯誤を犯さないように理論を確立した。これがイドラ論である。ベーコンは大刷新第二巻として著述した主著、ノブム・オルガヌムの中で以下の四つのイドラがあると説いた。 ベーコンは人間の知性はこれらのイドラによって人は一旦こうだと思い込むとすべてのことをそれに合致するように作り上げてしまう成功を持つと考えた。こうした思い込みはたとえその考えに反する事例が多く現れてもそれらを無視ないし軽視しがちである。したがってベーコンはこの四つのイドラを取り除いて初めて 人は真理にたどり着け、本来の姿を取り戻すことができると説いた。ベーコンは一面では、機能法や人間の認識には限界があることを示したのであった。そして、これらのイドラに惑わされることなく、観察や経験によって得られる個々の事例を集めて、選択、整理して、そこから一般的な法則を発見していくべきことを、解き、経験論と、 合理論を統合することによって科学は自然を支配することができるとしたのである。彼が提唱した新しい学問は人間の生活を新しい発見と資材によって豊かにすることを目的とした。また、その実現は個人的な才能によって担われるのではなく人類の共同作業によって営まれるべきと考え国家による科学研究の支援、研究所や 図書館など研究に必要な施設や研究者養成のための機関の設立を説いた。ベーコンの主張は17世紀の王立協会や科学アカデミーの設立によって実現し、その一方で18世紀のフランスではドゥニ・ディドロやジャンル・ロン・ガランベールの百科全書の編算に大きな影響を与えた。ありがとうございます。